大都会東京の喧騒を逃れて車で約2時間半ここは東京の奥庭ともいうべき秩父多摩国立公園。関東地方の西南部一帯の山岳地帯で東京都、埼玉県、山梨県、長野県にまたがる大自然公園です。山々を覆い尽くす鬱蒼とした原始林、縫って走る深い渓谷、それらが織りなす見事な景観は忘れていた自然の素晴らしさを私たちに教えてくれます。昭和30年に発行された秩父多摩国立公園シリーズのうちから、一見山水画を思わせる奥多摩渓流の景観、そしてこれが現在の多摩川、自然が比較的よく保存されている秩父多摩国立公園ですが、先ほどの切手が発行された16年前と比べると、やはりあの幽玄な奥多摩の趣は日に日に少なくなってきているようです。それだけ都民の憩いの場としてピクニックやキャンプなどで親しまれている証拠なのかもしれません。江戸時代以来常に飲料水を市民に提供してきた多摩川、昭和31年巨大な人造湖が東京の奥に出現しました。それがこの奥多摩湖、世界最大の水道用ダム、小河内ダムによってせき止められた湖です。このダムは立案以来なんと36年の歳月と250億円の総工費を費やして完成されたのでした。そしてこの工事で自分たちの家を湖底に沈めなければならなかった村人たちの悲しみ、それらを秘めて今も湖は静かに眠っています。ダムの竣工を記念して発行されたこのたった一枚の青い切手の中から、今さまざまな思いが浮かび上がってきます。